日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスプラトゥーン2セブンイレブンコラボカップ麺2種類と、まあセブンイレブンのコラボではないんですけど売っていたスプラトゥーン2、スプラトゥーン2じゃないよ、3だ、スプラトゥーン3コラボお菓子3種類、そしてセブンイレブンコラボのカップラーメン2種類を食べたいと思います。セブンイレブンとスプラトゥーン3のコラボはこの前から行われていますが、それあとまた新たにカップ麺が販売されたので今日食べていきたいと思います。そしてその時についでになんか同じコーナーにこういうお菓子も置いてあったのでそれらも止めて食べていきたいと思いますね。しかしさすがにこのままでは食べられないのでカップラーメンが出来上を作って食べられるようにするまで、ね、その前に代表してこのシーフ生かしたシーフード味ラーメンにちょっと中身を見せ顔を出してもらいましょう、本当に生かしてるのかな、蓋の裏にもイカが書かれていますね。でも全部取っちゃうと見せられ中身が大変、中にはシール入ってましたよ。カップラーメンでシール結構珍しい気がしますね。ではまずカップラーメンを作っていきたいと思いますので出来上がるまでしばらくお待ちください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、出来上がりました。おお、こっちは蓋の裏がインクリングイカちゃんですけど、こっちはどうぞタコさんですね。全部が全部そうな同じようにイカタコで書かれてるかどうかは分かりませんが、ではさっきクリーミーの方は見せてたので、まずはこのイカしたイカスミ味ラーメン、ちょっと怖いな。おお、本当にスープが黒くなってきました。ではイカしたイカスミ味ラーメンから食べていきたいと思います。続けてクリーミーなシーフードも食べていきますね。それではあら、イカスミの方はガーリックと書いている割には意外となんですね。一方でクリーミーはまろやかなんだけどどこかで食べたことあるような味だな、何かに似てる、あ、そうか、あれだ、あれに似てるんだ。あ、先に言っておきますけどグラタンとかドリアとかじゃないですよ。あ、シチューでもないです。ラーメンでまろやかといえば、さーて、いつもなら一気に全部食べてというところなんですけど、今回はちょっと中身がどうしても気になるこちらのグミをさらに捨てて私食べていきたいと思います。ちょっと黄色で見えづらいですけど、こちらがイカちゃんのグミ、こちらがタコさんのグミです。どちらもちっちゃくて可愛いかも。で、この後にこのガムとスナックも食べていきますね。それではお菓子の方は完全におまけがメインの方ような気がしますね。なので量が少なめでちょっと、あ、でも食べたい時にあっさりパックリ食べられるということでもあるのか。イカリングスナックはサクサクだし、グミの方はシュワーっと口の中で弾けてくる、いや弾けるってことじゃないかな、爽やかな気分にしてくれるか。ガムはどうなんだろう。ごちそうさまでした。で、こちらのまず最初に食べたこちらのイカしたイカスミ味ラーメンは見た目の色は結構どぎついんですけど、味は結構あっさりしていて、ガーリックと書いてありますが、そこまで強烈にニンニクのパンチが来るわけではないです。むしろほんのり効いていて食べやすいと思います。まあ口の中への影響は強いかもしれませんが。で、続いてのラーこちらのクリーミーシーフードラーメン、こちらはなんだろう、ちょっと
コーンポタージュのようなスープ、まろやかなスープに入れ作ったちゃんぽんのような、ちゃんぽんみたいな印象でした。読むなって多すぎ、はい、なので口の中にほんのりまろやかにとろけてはくるんですけど、麺や海鮮の旨味もしっかり溶け出ていて、スルスルと食べ進めることができました。で、続いてこちらの、あ、そうだ、そうだ、グミだ、グミ、グミは、まあ、レモンソーダとグレープソーダの2種類、ちょっとシュワッときましたけど、炭酸が苦手な自分でもこういうソーダのグミとかは好きなんですよね。で、シュワッときてあっさりと食べることができます。レモンの味やグレープの味はそこまで強くはなかったですね。どちらかといえばシュワッとくる方がするくる、炭酸の 方がメインです。続いてこちらのイカにしたリンシーフードリングスナックは、うん、裏側にこういう風にちょっとこのステッカーが入ってね、全部で24種類ありそうです。いや、最低でも24個これ買わないと揃わないのかい。ちょっとあざといな。でもお菓子自体はそんなに量はなかったです。あっさりとした塩味で、あのコーンスナックのサクサクとした食感が食べやすかったです。で、最後一応チューインガムということなんですけど、一緒に入ってるこっちのマス、このマスストラップの方がどう考えてもメインですよね。だってこの中に、はい、大体こういう風に入ってたんですけど、もうこういう風に縦に入ってたんです。どう考えてもこれはこれね、こんなところに置いておく。どう考えてもこれ、このストラップの方がメインですか、方が大きな容量とってて、チューインガムはちょっとこんなに張り付いてただけでした。とまあ、とても可愛いですね。で、ガムの方はパクッとあっさり噛むことができる、そこまで伸びたりはしないので喉に詰まらせる心配はあまりないかも。で、今回ですが、こちらのクリーミーラーメンがまろやかさと旨味のバランスが良くて一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。それでは、冬バラかな、すっとこどっこい覗くほど、すっとこどっこいでも冬バラの美しさはわかるということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。